皆様こんにちは。今回は私のメガ割りのおすすめを紹介していきたいと思います。はい、たくさんあるのでちょっとサクサク紹介したいと思うんですけど、まず最初がですね、このブランドなんですけど、このブランドがですね、販売したら即完売してしまうブランドで、で韓国で購入したくても購入できないらしいんですよ。すぐ完売しちゃうから。そういう、まあ、大人気のブランドが9点に入っているので、まあ、日本からでも買えるよっていうことで、これをすごくおすすめしたいと思うんですけど、まず1個目がこちらですね。ドクダミトナーというもので、結構たくさん葉っぱが入ってるんだけど、瓶のもので、これ結構使ってるんだけど、まあこんな感じでちょっととろみのある感じで、香りはね、本当に何だろう、ハーブとかっていうよりは葉っぱの匂いって感じ、自然な。でとろみがあるんだけど、馴染みがめちゃくちゃよくって、こう伸ばすとサラッとする感じ、もうどこまでもいっちゃう感じなんだけど、まあこれがね、トナーっていうだけじゃなくってエッセンス、まあ美容液の役割も果たしてくれるよっていうものになります。はい、なのでまあこの製品は結構ね、鎮静効果とかもあるので、赤みを抑えたりしてくれるよっていうものなんですけど、結構サラッとしてるんだけど、馴染むとね、めっちゃ保湿されてるの。だからこれからの暑い季節、まあ重たいものをさ、何個も塗ると、まあ寝る時の不快感とか、朝起きてベタベタ感、まあ寝汗とかかくからさ、さらにこう相まってベタベタ感があって不快感があるっていうものも多いと思うんだけど、これはもうこれがエッセンスの役割も果たしてくれるから、化粧水美容液をこれ1個にして軽いクリームを塗ってっていうだけでも、乾燥肌の私でもいけます。ドクダミのね、原液が配合されてるから、ちょっと日光に当たっちゃうと色が変色しちゃう可能性があるので、これはね、割と冷蔵庫保管推奨されてるものになります。で冷蔵庫で保管しておくと冷たくなるので、さらにこう赤みをしっかり抑えてくれるよっていうものらしいです。なので冷蔵庫で保管しておいてください。はい、と次がですね、こちらの BB クリームなんですけど、卵みたいな形でめっちゃ可愛いんだけど、これが日焼け止め兼 BB みたいな感じで使えるもので、ファンデの代わりとして使う方も多いらしくって、結構ねしっかり色がつくんですよ。でプライマー代わりにもなるから、ほんとベースはこれ一つでいけるよっていうものなんだけど、なんか私ちょっと日焼けしてるから、私はこうトーンアップ下地みたいな感じで使ってるんだけど、こんな感じ。馴染むと、まあ BB なのでね、どんな肌色の方にも馴染みやすいっていうのはあるんだけど、こんな感じ、ちょっとトーンアップするかなっていう日焼け止めの香りがします。はい、で、50プラス PA4 プラスマックス値入ってるので、これからの季節はすごくおすすめ。なんかね、ファンデーション、私は結構下地として使ってるんだけど、ファンデーションの上からも色付きなので使えるっていうことで、塗り直しにもすごくいいみたいです。でこれからさ、夏のレジャーとかさ、結構増えてくると思うので、海とかに持ってって、こまめに上から塗り直しもしやすいよっていうもの。見た目もめちゃくちゃ可愛いですよね。はい、本当にね、私結構肌暗めなんだけど、馴染みが本当にいいので、どんな肌の方でも使いやすいんじゃないかなと思います。はい、でベタベタとかもしないし、まあ、今ちょっとドクダミの最初に塗ってるんだけど、そうしっとりしてるぐらいの感じなので、こう崩れにくかったりもするから、それもすごくおすすめです。でね、まあ、これプラスなんかクッションを一緒に使うと、すごく長時間持ちもいいよっていうものみたいで、私はこれ単体でも好きです。そして最後、このブランドの最後ね、このブランドの最後はこちらの、もうこれがすっごい面白いものなんだけど、エッグマスクっていうものなんですよ。なんぞやって感じでしょ。ちなみにちょっとさっきからここピカピカしてると思うんだけど、ここにも塗ってたんだけど、まあ、実際に塗ってる映像はこんな感じなんだけど、これが水分補給、肌弾力、集中保湿、ツヤ、張り、毛穴カバー、リフティング効果っていうもので、結構まあ万能なものになるんだけど、これがね5分で1万個即完売しちゃったらしいんですよ。これね、こうやってここの手でもわかると思うんだけど、こんな感じでね、今乾かしてる最中なんだけど、乾くとこんな感じで、今ちょっとこうやってやっただけで剥がれるので、このツヤわかる？でこれの上からファンデを塗ることもできるので、結構こう
テレビとかに出る方はファンデの下にこれを仕込んで艶を演出してるらしいです。すごいよね、裏技だよね。でこれ皮膚の 85% が T1 コラーゲンでできているっていうことで、でそのコラーゲンを70万 ppm 配合してます。バクチオールが 1000 ppm 入ってるんですよ。私結構レチノールちょっと苦手なタイプで、バクチオールは使えるのでこれも全然使えるんですけど、はい、あのバクチオールが入ってます。でクリームのような膜なんですよね最初。なので保湿力もすごく高くて、これはね新感覚のものです。でこれはね本当精製水が全然入ってないもので、ほぼコラーゲンって言っても過言じゃないぐらいコラーゲンたっぷりのマスクになっております。でこれさ卵黄エキスが入ってるのが、卵黄エキスはタンパク質が多くって保湿と張り、あとは水分補給まで可能っていうことで、もう初めて聞いた私卵黄エキスで。こういうこうキュッと乾いてさこうしていくので、あのリフティング効果とかもあるみたいなので、なんか自然なボトックスみたいな感じって言われてるマスクになります。でこれをねこうやって手でやってるんだけど、ピーってちょっとここ乾いてなかったんだけど剥がして、で剥がすのも全然力いらない、あのピーリングマスクみたいな感じでさ、こう毛穴汚れも取るみたいな感じではなくって、本当に優しい感じで取ってくれて、でちょっとなじませると、外した後も結構ねこれから結構ツヤっとしてるんだよね、手の甲が。これはね使い方はすごく簡単、こんな感じになっててオンオフってなってて、オフに今矢印があるので、これをくるっと回転させて、オンに矢印を向けます。でそうするとここを押すと、ここからねクリームがこう出てくるんですよ。だからこれをこうやって出して塗ってから、このシリコンブラシになってるのでこれがこう薄く塗れるわけですよ。こうやって均等に、本当にね気持ちいいぐらい均一に塗れるの、このシリコンブラシのおかげで。でこれが乾くとツヤツヤっとして、コラーゲンが内側にこうギュッと入ってくれるっていうものなんだけど、これを薄く顔にやって、その上からファンデをつけるともうツヤーンと、おでこだけとかにもやったらねすごくいいらしいです。はい、これがこの3つ私が最近出会ってめちゃくちゃ気に入ってるアイテムです。はい、そして次がですね、ドクターメラクチンっていうブランド知ってますか。あの私自体原品ないんだけど、原品ないものも結構多いですあのこれは目元のクマ専用のアイクリームなんだけど、これを私はお母さんに母の日にプレゼントしました。このメラクチンのこのシリーズがすごくシワとかにいいもので、私はアンプルとこの目元のアイクリームをプレゼントしたんだけど、本当にねこう保湿力、まあ目元を乾燥しやすい年齢肌の方にすごくおすすめ、あの保湿力でもうツヤツヤっとしてくれる感じで、あのしっかり栄養も補給してくれる感じです。ちょっと毛穴落ちとかそういうシワに入りやすいとかそういうものはもう一切除外した、本当にこう美容液的なアイクリームの色付きバージョンというもので、これはね本当にあの私の母も気に入ってるのでめちゃくちゃおすすめしたいです。はい、と次がですね、まとめているのでちょっとそれを見ながら喋るんですけど、次がペリペラのハイライトになります。最近結構使ってるこちらのハイライトになるんだけど、ペリペラのピュアグローリーハイライターの01番。ペリペラって結構さプチプラでさかなり安いんだけど、いいものが本当に多くって、本当に肌なじみのいい色味のこのペッカーンっていうツヤが、ペカペッカーンっていうツヤがめちゃくちゃ綺麗です。私結構あのインスタでもこれは紹介してるので、プチプラでかなりおすすめなハイライトになります。肌なじみツヤがバッチリ。次がですね、これはもう何缶買ったか分かんない、こちらになります。すごいでしょ、高麗人参になります。これはねカプセル状の高麗人参で、結構需要競争にいいものが、まあここの高麗人参以外にもね入ってるよっていうもので、もう見てもうこれしかないの、まああとストック2缶あるので
私はこれはね、仲のいい友達、家族にプレゼントしまくってるんだけど、こんな感じのカプセルで、1日、1回2粒、1日2回まで。まあ私は1日1カプセル2回飲んでるので、まあ1日で2カプセル飲んでるんだけど、まあ疲れやすいとか、あとは免疫も上げてくれるので、結構しっかり飲むようにしてます。本当にさ、そう、免疫って大事だなっていうのをさ、結構再確認してて、私もなんかちょっと前までちょっと風邪をひきやすくなっちゃって、おいっ子めいっ子からの風邪をもらって、そのまま同じ症状の風邪をひくようになっちゃって、結構それが高頻度だったので、もうそんなことでいられないってことで飲み始めました。そしたらね、しっかり風邪ひいてたおいっ子を見てた時もうつらなかったし、やっぱり疲れにくくなった、なんかもうなんかすっごい疲れたみたいな感覚が、まあ、ある日もあるんだけど、すごく減ったので、これはめちゃくちゃリピートしております。おすすめです。と、次もインナーケアなんだけど、よいしょ、こちらです。これマイフィットっていう、ビタミン C のサプリになります。これはね、粉末状のビタミン C なんだけど、ここをパッて開けて、ちょっと今日飲んじゃったんだけど、パッて開けてさーって飲める、水なしで飲めます。で、美味しい、柑橘系のフルーティーな味ですごく美味しい。で、これはね、ビタミン C500g 入ってるので、まあ美容目的ってなるとなんか2000ぐらい飲んだ方がいいっていうのはよく聞くんだけど、そうだから私もビタミン C を結構飲むようにしてて、1日2つ飲むようにしてます。で、ビタミン C の効果っていうか、私が実感してるのは、朝めっちゃすっきり起きれるようになったっていうのが一番大きいかなと思ってて、まあそれは本当人それぞれだし、サプリって効果を訴えるものではないので、食品だからさ、そうだから個人差はめちゃくちゃあると思うんだけど、私は寝起きのすっきり感に感動して、これはね、もう一箱飲み切っちゃうぐらい飲んでます。なのですごくおすすめです。他のビタミン C のサプリ、同じ粉末の飲んだんだけど、こっちちょっとね、溶けにくいの、口に残りやすいっていうか、ゆっくり溶けていく感じで、他のを試した時にめっちゃサッて溶けるの、めっちゃサッと溶けるって思って、そっちの方がいいかもって思ったんだけど、なんか後味がちょっと私はそっちはあんまり好きじゃなくって、なんかゼロカロリーのものの後味ってわかります？ちょっと甘い感じがすごい、ちょっとそれが苦手だったので、味的にこれが好きで、で、寝起きのスッキリ具合もこれ結構感じることができたので、これをずっとリピートしております。これすごくおすすめです。はい、そして最後が、今日もつけてるんですけど、こちらです。ハートパーセントの、リッププランパーになります。こんなマニキュアみたいな形でさ、めっちゃ可愛いんだけど、これリップになってて、こんなスパチュラで、今日もマットのリップの上に重ねてるんだけど、本当にしっかりスースーするの、これはね本当に好きで、私これのブラックも持ってて、ブラックの方は明るすぎる色とかをちょっと落ち着かせたい時に使ったりしてるんだけど、まあ縦じわとかが消えてくれて可愛いし、この見た目もめちゃくちゃ可愛いし、大好きです。これは本当におすすめです。はい、こんな感じが、9点の最近のおすすめです。まあ、スキンケアが多いかな。あとはまあ最近は本当にインナーケアにめちゃくちゃ力を入れてるので、インナーケアもぜひ皆さん、興味ある方は試してみてください。で、初めて紹介した、これほら乾いてきたらすごくない？ペカ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 ーンって。これ本当にツヤツヤになるから、剥がした瞬間、まあこのツヤツヤもめっちゃ感動するんだけど、剥がしてもこう、なんていうの、地肌がもう潤いに満ちてるみたいな感じで、めちゃくちゃ感動するので、ぜひチェックしてみてください。そう、そして目代わり期間限定セットっていうのもあって、このブランドの商品6点購入されるとプレゼント付きで 55% オフです。なんやそれ、結構プレゼントつくよで 55% オフなので、なんか本当にこのエッグマスクとか、まあ、単品でも安くなるんだけど、エッグマスク単品の通常価格2個買うぐらいのお金になるんですよ、この6点購入して 55% オフになると。なので目代わりはね、こういうセットが本当にお得だから、
デビューの方とかはセットで買った方がいいと思う。私的にはぜひねチェックしてみてください。セット本当にチェックしてみて。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。